日本ハムは7日、水野達樹内野手24の夫人が千葉県内の病院で第1子となる男児を出産したことを発表した。母子ともに健康。水野は球団を通じてコメントを発表。嬉しい気持ちでいっぱいです。元気な子供を産んでくれた妻に本当に感謝したいですと第1子誕生の報告とともに感謝の言葉を述べ。 これからは新しい家族のためにも、より一層野球に取り組んでいきたいと思いますとさらなる飛躍を誓った。水野は JR 四国から21年のドラフト3位で入団。1年目のオフ、香川丸亀城西高時代から交際を続けてきた一般女性と結婚した。良き理解者でもある夫人のサポートも力に、3年目の今季は新人だった22年以来、2年ぶりに7番。 攻守で躍動し、右足首負傷で辞退するも救援にファン投票で選ばれた。今年は家族のためにも頑張りたいと話していたように、父となった男が6年ぶりの CS 進出へどう。